相沢まみのマンガランドオンライン始まりました。はい、マンガランド上野店からご覧の皆さん、マンガランド上野駅前店からご覧の皆さん、マンガランド上野御徒町店からご覧の皆さん、北千住店からご覧の皆さん、日暮里店からご覧の皆さん、北千住2号店からご覧の皆さん、綾瀬店からご覧の皆さん、亀有店からご覧の皆さん、金町店からご覧の皆さん、錦糸町店からご覧の皆さん、錦糸町3号店からご覧の皆さん、亀戸店からご覧の皆さん、亀有2号店からご覧の皆さん、浦安店からご覧の皆さん、行徳店からご覧の皆さん、南行徳店からご覧の皆さん、元八幡店からご覧の皆さん、松戸店からご覧の皆さん、柏店からご覧の皆さん、門前仲町店からご覧の皆さん、巣鴨店からご覧の皆さん、目黒店からご覧の皆さん、練馬店からご覧の皆さん、越谷店からご覧の皆さん、イージーカフェ錦糸町店からご覧の皆さん、高円寺店からご覧の皆さん、三宮二号店からご覧の皆さん、せーの、こんばんは。聞いてない聞いてない。結構暗記できてきた。はい、ということで、本日もメイン MC を務めますまいみんこと相沢まいみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、続きまして、はい、アシスタントの内田真薫です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして本日のゲスト、はい、ポンちゃんことエビリサです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今エビリサって聞こえた。エビリサ、あやべです。ね、あやべリサなのになんでポンちゃんっていうの。あのね、いつも気になってたんですか。そう、みんなに言われるの。ポンジュースから来てるの。違う。あのね、あのリサポンって最初言われてて、で、それで、ね、なんかリサポン酢になったの。その理由はね、あのね、ポン酢味ばっかなんか食べてて。ポン酢好きなの。ポン酢大好きなの。そう、それでポン酢味ばっか食べてたら、うん、ポン酢って言われるようになって、うん、でポン酢言いにくいからって言って、サミットクラブさんがポンちゃんって言うようになった。なるほどね。え、じゃあ名付け親はサミットさんなの。そう。そうなんだ。もうね、いつの間にかポンちゃんって呼んでたでしょ。であの、面白い現象が起きたの。あの、衝撃の中でみんなアドレス交換するでしょ、うん、で、最初知り合った当時って、うん、とりあえずアドレス交換するじゃん、だから誰が誰だか分かんないわけよ、うん、ね、で、その時にあのポンちゃんはポンちゃんって呼ばれてたでしょ、みんなに。でもさ、交換したのはさ、綾部リサで入ってるじゃん、みんなでさ、話してて、この綾部リサって誰だっけとか言って、でさ、ポンちゃんにさ、写メ送りたいんだけど、ポンちゃんのアドレス入ってないんだよね。みんな言う、交換してるのに。で、あやべりさイコールポンちゃんだよみたいな、そういうね、なるほどね、そう、びっくり現象が起きてたんですよ。そうね、名前入ってないからね。ではですね、番組を一緒に盛り上げてくれるおじさんたちを紹介したい、あ、違った、視聴者の皆さんを紹介したいと思います。まず、秀武さん、こんばんは。こんばんは。はい、それから、かほりんさん、どうもこんばんは。こんばんは。はい、それから、こうじろうさん、どうもこんばんは。こんばんは。はい、それから、あ、中根かすみ防衛軍さん、こんばんは。こんばんは。あの文字を、あ、ない。ないよ。よっしゃ。レッドコメントマックスさん、こんばんは。こんばんは。はい、それから、高弘さん、どうもこんばんは。こんばんは。はい、それから、トーミーさん、どうもこんばんは。あら、お久しぶりじゃないの、トーミーさん。はい、それから、ヨタヨタさん、どうもこんばんは。こんばんは。はい、ということで、こんばんは。文字の向こうで盛り上がってますね、って言ってますけども、一度でいいからアリーナ組になってみたい、つってね。今日もね、アリーナね、たくさんの方が来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、前にオンリーになったのか、とか言って。次回はフルアンキでお願いします。おお、頑張るよ。出た、サミットさんとか言って、あ、来た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 、はい、3、2、1、はい。何何、嘘でしょ、嘘でしょ。私の今の3、2、1全部無駄じゃん。お願いしますよ、はい、お姉さん、はい、何今頃になって恥ずかしがってるんですか。毎回恥ずかしいんですよ、これ言った後、ね、言った後誰も拾わないんですよ。大丈夫大丈夫、その恥ずかしがってる姿を全国の皆さんが求めてるってね。はい、ということで、3、2、1、ででん、フレッシュレモンになりたいの。ありがとうございます。かわいいな、なんかさ、上手くなってきたね、ポーズとかもね。いいと思う、いいと思う。今の回転よかったよ。どうやってやるの、こうやってやるの、こうやってやるの、どうやってやるの、どうやってやるの、ちょっとやってやって、あ、何、もう一回やって、こう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 だよ、みんな。出ましたとか言って、ボイスは誰かが決まってるはずとか、ハロパンはとか言ってますね。今日も顔姫をして頑張りますって、ほら、
来てくれてますよ。ありがとうございます。アイザーが言ってもキモいだけだしとか言ってますけど、なんだろう、キモいってキモ可愛いってことかな、うん、あ、そっち行く、そっち行っちゃうんだそっちしかないよね、むしろね、うん、はい、でもキモ可愛いって可愛くないよね。えさ、キモ可愛いって可愛いでしょ。可愛くない、最終的に可愛いとこで落ち着くんでしょ。そうですね、ハマる可愛さって、うん、ハマる可愛いすっごいフォローだよねハマる可愛いさ2週間後にカオルンは日本武道館だってそうですよね、うん、なんだっけ AKP じゃなくて、なんだっけ、アルファか、あ、そうチームアルファだもんね。じゃんけん大会頑張ります、はい、気持ちよく可愛いことだってよ基本がキモいよりキモカワよりも基本がもういいや、どうでもいいよ、分からなくなってたからねはい、じゃあ次のコーナー行きましょう、うん、ゲストさん紹介コーナー、はい、ということでね、本日はね、先ほどね、うん、自己紹介してくれましたポンちゃんこそ、はい、あやべりさです。はい、ことあやべりさです。あやべりさちゃんということでございますよ、はい、リサポンズでございますけれども、はい、リサポンズはいくつなんですか。と今19歳です。はい、10代来た。はい、10代です。何も面白くない何も面白くないさ、でもさ、10代だ、10代じゃないですか、うん、この間の衝撃の役はなんか随分と違った役をやられていましたよねそうですね、はい、はい、24歳の役やりました、はい、私のね、私ぐらいの年代の役をね、うん、やったわけでございますよ ね、 そうですね。しかもなんかセクシー担当ということで。そうなんですよ、なんか噂のセクシーダンスを今日は見せてくれるということで。待ってください、私聞いてませんね。違う、事務所 NG ですか、事務所 NG やってくれた今ちょっとゾワッとしたもん違うか、違うか、ごめんごめん、そうだね投票イベントですよとか言って10代 ×2 OS ってパターンになってきましたねピーナッツ姫のマイミン頑張れって言ってくれてますけれどもね、そんなね、今回綾部さんをゲストでねお呼びしたのには理由がありまして、うん、なんとですね、うちのアシスタント、うん、内山かおる姫の推薦でございます、はい、嬉しい。衝撃コスメを見に行って、うんうん、すごい一回会ってみたいなって思ったんですよ。すごいなんかインパクトが強くて、そう、ね、衝撃コスメの中ね、うん、誰に一番会いたいって聞いたの、ゲストをね、うん、今度衝撃コスメの中から呼びたいんだけど、うん、誰に会いたいですかって言ったら、ポンちゃんさんに会いたいですありがとうすっごい目を輝かせて言ってたのよ、うん、わー嬉しい。だからどうですか、今日生に会えた感想は。後でサインもらいますただのファンじゃねえかよ出たぞ、アイザー先生の10代ビリーとか言って、人前みんな無茶ぶりとか、じゃあ今日は10代コンビだけで進行しましょうとか言ってますけどね、20代あっての10代だからね、20代が築いてきた世界に今10代が生きてるわけでしょ、うん、10代が築いてきた世界に今度5歳ぐらいが生きてくわけだよ全部20代基本基準なんだね20代はね30代の人にお世話になって30代は40代のお世話になってんだよね、うん、そういう世の中だから、君だってあと10年したら29だからそうだよ、そうだよ、そこはね、まあ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 いい、10代のことはどうでもよくてですね、うん、じゃあいくつか質問してもいいですか。はい、普段はどのような活動をされてるんですか。はい、普段はテレビドラ、テレビドラマ CM と、あと舞台と、今月から撮影会が始まりました。お、はい、今月から撮影会、どんな撮影会ですか。プレミアム撮影会という撮影会で、はい、そうです、そうです。なるほど、なるほど、はい、秋葉原で撮影会。なんか噂によると、はい、この間のフレッシュ の、 その撮影会で、はい、なんかうちのアシスタントにお会いしたということなんですけども。そうなんですよね、ありましたよね、はい、なんか最初わかんなくて、でなんか天候を撮るときに内山かおるさんで、はい、呼ばれた時に、ん、どっかで聞いたことあるぞと思って、で、ちょっとお隣に座ってて、で、ちゃんと隣座ってたの気づかなかったのなんか、ね、あんま会ったことなかったですもんね。そうそうそう、ね、でも気づいてたみたいな。プレミアムってポンちゃんつってね、相沢さんより扱い上じゃんって言ってますけれども、相沢さんはあえて断ってるんです何マイク長すぎ、やっと突っ込んでくれたこれ突っ込んでくれるまでずっとやろうと思ってたんだけどね、待ってたんだ。綾部さん白ビキニで、CD ジャケット出してみたらって言ってますけども、ね、でもさ
ちょっとセクシーなのが似合いそうですよね。え、でもそう、聞いてください。あの、うん、私、そう、私セクシーなのに違う、違うね。あのね、衝撃コスメ以来、なんかわかんないけど、うん、あのセクシー担当みたいになってて、そう、そうね、なんか、でもそれがなぜか、その周りからも好評なんですよ。素晴らしい。そう、なぜか。ね、今なんかあのポンちゃんのファンの人がめっちゃ首をかしげてますけど、首ゴキってなるぐらいかしげてますけど大丈夫ですか？痛いって言ってますけど、ね、そうねえねえ、うん、AKB48 の内田真由美さんに似てますね、うん、本当に似てるんです、私、はい、ね、内田さんがねちょっと分かんない、うん、今日はレギュラーの隊長がいませんねとか言って、隊長はレギュラーじゃねえからね、あれレギュラーじゃねえから今日家にいいんじゃない、もうちまみれ終わってね、ふ、ね、とか言ってね、あ、これでサムさん来てくださいました、こんばんみ、こんばんみ、本人がなぜかって言ってるとか、10代のセクシー担当と OS やばいんやばいんでないかいとか言って、まいみんこの間お疲れ様でした、うん、この間お疲れ様でしたということで、真夏のサウングーって言ってますけども、うん、ね、あの、え、じゃあアイドル活動とかもやってるの？そう、最近そう、あ、違う、あのね、あ、でも聞いて、あのね、あの、おとといイベントがあって、うん、その日野アリスちゃんのイベントに、うん、そう、ゲスト出演して、で、そこでね、初めてソロの歌を披露したんですよ、うん、何歌ったんですか？シモさんなんですけど、うんうんうん、シモさんの歌があって、で、なんか最初 AKB さんの歌と思ったんですけど、うん、その演目はカラオケ大会ということで、うん、あのちょっとこれは盛り上げようと思って、うん、そう、かっこいい男性の曲を歌いました。すごいね、はい、かっこいい男性の曲もできちゃうし、セクシーダンスもできちゃう、そうだね、そうそうそう、なんて幅広いっていう、そう、そこはね、え、じゃあ最近ハマってることとかありますか？ハマ、うん、ってること、うん、ね、なんかこれが好きですみたいな。え、全然面白くなくていい。面白くなくていいですよ。あの、カフェ巡り。カフェ巡り女子じゃん。え、本当におしゃれ女子じゃん。ね、ぽんちゃんで、ね、意外にね、うん、女の子っぽいんですよ。意外にってどういうこと？意外にじゃない、意外にストレートに、ストレートに女の子っぽいんですよ。いや、だってさ、なんかね、あの、すごいね、気が利くし、すごいいい子だなと思ったのが、その前衝撃のメンバーでお花見した時に、うん、あの、ぽんちゃんとちーちゃんだけ先にスタンバってたんだよね。そう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 、で、一番最初この2人がスタンバってて、いろいろ準備しといてくれてたんだけど、うん、その時にね、こう、私とかゆっころはだんだんワインを飲んで楽しくなってきても何もしないんですよ。最初のうちはさ、あ、ここさ、あのレジャーシートこうやってやった方がいいんじゃないとか、うん、偉そうに荷物は端っことか言って、うん、の25歳コンビが頑張ってたんだけど、うん、そのうちね、こう、もうだんだんめんどくさくなってきて、うん、ポンちゃんお水とか言ってやってて、で、ポンちゃんがはい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 って私とかゆっころの面倒をずっと見ててくれてね、うん、そう、すっごい面倒見が良くて、うん、で、なんかたこ焼きとかをね、加藤さんがね、うん、買って後から来た時も、そう、そのたこ焼きとかも一番最初にこう分けてくれたりとかね、うん、ほんと面倒見のいい子なんですよね。ありがとうございます。そんなポンちゃんのカフェ巡り、今ハマってる飲み物とかあります？これが好きやねんとか。え、でも、あのね、キャラメルマキアート。キャラメルマキアート、かわいい。あー、かわいいですね。だって今日だってキャラメルマキアートみたいなの作ってるもんね。ね、ちょっと立ってもらっていいですか？ちょっとファッションチェックを、はい、こちらでちょっとくるっと押していただきたいです、はい、お願いします、はい、くるっとタイムでーす、ね、見ておしゃれじゃない。ちょっとあの全部舐めてもらっていいですか？下の方までお願いします。でスカートが透けてる。これ今回ポイントなのが、ちょっとスカートのこのね、裾の部分がね透けてて、ちょっと、うん、これはセクシーさをね出してるのと、そうそうそう、あとですね、こちら靴下ね、今流行ってますね。こちらのね、靴下をね、ベースがついてまして、で、こちらの靴も今流行ってるやつですよね。こういう靴がね、はい、流行ってるのでございますよ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、このオシャンティーな感じね。わー、嬉しい。ほら、カフェにいそうでしょ、うん、え、いそう、ね、本当にもう、どうですか、ちょっとこんなお姉さんがカフェにいたら。え、私が注文聞きに行きます可愛い。確かに注文聞きに行くよね。はい、あ、そうか、ゆっころとまゆみ同い年か。僕はまゆみのカエルの卵柄の服に似合ってます、うん、カエルの卵柄これカエルの卵じゃないでしょ、どう見ても。カエルの卵はもっと透けてるんだよ、ね、そっちじゃねえ、半透明なんだよ、そっちじゃねえよ、これポイントが違うんですよ。カエルの卵について必死な高校生ってやっぱ10代のコーデだよっつってね、靴下が可愛いですねって言ってますね。はい、ゆっころさんってマイミンと同い年なのとか、うるせえわ F 僕は未だにマイミンの、爆裂トークになれずに黙るカオルちゃんにハマってますって言ってますけどね。 ありがとうございます、うん、あ、ここで天使のトマトさん来てくださってますね、こんばんは、こんばんは、ありがとうございますね。
真ん中の柄がお玉そっくりやんって言って、うん、恐竜の卵はとか言ってますけどもね、相沢さんの今日のお召し物は疲れした弱く済みですよねとか言ってますけどもね、そうこの番組、うん、相沢にはね攻撃的なんでございますよ、ね、全部倒してやるから、カオルの服はベストボタンついてるの、うん、って言ってますけど、うん、あ今日はベストですね、ベストコーデじゃないですか、かわいい、はい、ね、かわいい、もうカオルちゃんはね夏服バージョンのね、そうなんです、ね、あれ今日靴も違うんですね、靴、いつもと、あ、いつも通りですよ、ね、いつも通りですか、いつもなんかほらカラーの靴をね履いてるからねあれなんですけど、愛ですとか言ってマイミーの卵はって言ってますけどね、私の卵はあのあれでしょ、なんだっけ、マンガランド上の駅前店で孵化してるんです、そうなんだ、見に行ってね、マンガランド上の駅前店行ってみてください、孵化してると思います、はい、そろそろ教えて場所行くから、駅からめっちゃ近いから、じゃあ一緒に行こう、一緒に行こう、孵化してる様子見に行こう、見に行こう、でね、そうカフェ巡りが好きでキャラメルマキアートにハマってるという、そうね、おしゃれな、じゃあ、うん、あの質問行きますか、行っちゃいますか、行っちゃいますか、何、じゃあそんな、うん、綾部様の好きな男性のタイプお願いします、好きな男性のタイプ、はい、ね、あのね、はい、さりげない優しさがある人、さりげない優しさって何ですか、なんか鼻毛出てるよとかそういう感じさりげない、あのね、なんか教えてくれる、あのね、いつもなんかいじってくるのに、うん、でもちゃんとしたところで、うん、なんか危ないよみたいな、よしよしみたいな、すいません、あの心中にやつくのやめてもらっていいですか、わかりました、わかりました、例えば普段落ち着いて、切れてます、落ち着いて、はい、落ち着いて、今妄想しちゃった、切れてました、落ち着いてください、オッケーオッケー、あのね、かわいいな、とりあえずあの普段道とか歩いてて、うん、でこうなんか前バカじゃねえのとか言って言われてるのに、急に車が来た瞬間におってこうやってくれる人でしょ、わかりますよ、それ上から目線ですね、そう上から目線、はいはいはい、鼻毛っかい、それもおせっかいとか、サムさんがあ僕のことかなって言ってます、あそうだね、サムさん過呼吸ですねとか言って、え俺のことか俺のことかとか言って、みんなはどんなことができるの？そうだよね、ちょっとね、うん、聞いてみたいです、うん、このさりげない優しさっていうのはみんなどんなことができるんですかね、うん、ちょっとね、楽しみ、ちょっと聞いてみたいよね、うん、聞いてみたいな、綾部さんの心を一番ちょっとね、うん、あのあれやってくれるのは誰でしょう ね、さりげなく車道側を歩く、うん、どうですか、いいね、いいですね、いいですね、でもそれ私言ったからね、うん、そう今ね、前に出したからね、今前に近づいた私が言ったからね、今、うん、から私のポイントだからねいつでもティッシュをあげられますどうですか、いつでもティッシュは使わない、うん、使わないから、あ、じゃあこれはダメですね、使わない、皆さんどうですか、どんどんエントリーしてください、うん、さりげない優しさです、ちなみにカオルちゃんだったら何してあげられる、さりげない優しさだよ、さりげない、うん、さりげない優しさ、こうふとした時に、あ、来ましたね、うん、M4 の弾が切れた時にマガジン渡してあげる、ひでたけんお前いいやつだな、ちょっと私のタイプですねM4 の弾が切れた時マガジンなかったら焦るよねどうしようっていう時にね、こうマガジンだよっつって、弾入ってるよって満タンだよっつって、ありがとう、誰も言わない、誰も拾わない、誰も拾わない、よく恐竜の卵を探してくるよって言ってますけども、どうですか、恐竜の卵を探してきてくれる、何、マイミーのってこと私が孵化する卵そうそうそう探してきてくれる、さりげなくチームのメンバーを、カオルンともども AKB48 のチームアルファにする、うん、これね、カオルンにいいファンじゃんね、マイミー一人舞台とか、うん、たまにおっさんの撮影会に行ってあげますとか言ってこれはいい、これはいいね、これはいいんじゃないですかね、うん、美味しいお菓子の売っている場所を教えてあげられるお菓子の売ってる場所教えてくれる、それは嬉しい、さりげない、教えてあげるよりさ、持ってきてくれた方がいい、うん、そうね、そうだね、あ、だからさりげないのかですよね先輩、うん、そうですよね、持ってこいって話ですよね、すいません、すいませんチーズルされたからとか言って、俺の優しさは相沢が一番知ってるんだろうとか言って、トーミンさんが一番イケメンなこと言ってますけどでもさ、そういう上から目線ちょっとドキッとするよね、わかるわかる、お前のことはさ、なんかお前、俺のこと一番よく分かってんだろって言われたらどうですか、嬉しいですね、やばいですよね、ニヤニヤしちゃう、ニヤニヤしちゃう、今度相沢さんのお姿を撮影に行かせていただきます、うん、なんでこのなんかあの今度こうなんかすごいなんか前に全然怖い人じゃないから大丈夫だよそんな感じじゃない、私がめっちゃ怖いそのレベルの人でさ、今度お伺いさせていただきますみたいなそんな感じになってるの、さりげない人いねーとか言って、確かにさ
さりげない人がいないんだけど、ね、ハッピーバースデーさん、どうもこんばんは。こんばんは。ね、下から目線ですとか言って撮影会で水着のタグが出てる時に指摘してあげる、うん、あ、これはね、うん、さりげない優しさですね、うん、いいんじゃないですか。確かに。たださ、その指摘の仕方にもよるよね、うん、ちょっとさりげないだからみんなにバレないようにこっそり教えてくれるのはいいけど、うん、みんなにバレてる、バレながら教えてくれるのはどうなの。わあ、ねえ、ねえ、ちょっとそれはね、さりげなくない、さりげなくない、うん、さりげなさがポイントですから、ね、そうそうです、そうです、ねえ、うん、できるならスカートの下から見せようとか言って、これただ変態だからね通報しますよ、こんばんはって言ってますけどね、大丈夫です、うん、パーセントさんは変態なんでね、え、なるほど、ただの変態なんで大丈夫ですよということで、はい、ね、エビタメさん来てくださってます、こんばんは、こんばんは、はい、それから大丈夫かな、うんと、あ、シーデさん、どうもこんばんは、ありがとうございます、オッケーかな、さりげなくしようとしてる時点で下心じゃとか言ってそっか、なるほどね、考えないでさりげないのがいいんだよね、うん、そう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 、そうだね、考えてたら計算だからね、考えてたら計算だ、計算する男はダメですよね、ダメだね、うん、そう、たまにちゃん付けで呼んであげますあ、でもこれはいいかな、でもね、分かる、あのね、うん、違うの、私ね、お前って言われたいの、うん、M じゃんそう、あ、でもどっちもいける、どっちもいける10代にそんな話をさせてしまってごめんなさいはい、なるほどね、そうそうそう、え、じゃあお前さーって言われたいの、うん、名前で呼ばれたくないの、ポンサー、そうだからね、ポンズさーっておかしくない、ポンサー、ポンズさえ、でもいつも前って言われてて、うん、なんか本当にたまにリサとか言われて、うん、あ、でもそれは分かる、分かる、それは分かるかも、それがね、うん、やばい、でも、でもさ、年齢によらない、うん、年上の人にさ呼び捨てにされるのはさ、うん、別にいいじゃない、うん、お前とか言われるのいいじゃない、うん、同い年または年下にお前とかさ呼び捨てにされるとカチンとこない、うん、そうしないしないしない優しいね、どう、どう、どう、それ、年下に言われても、例えば幼稚園生ぐらいだったら可愛いよ、おいマイミーとか言われたらさ、なんかキュンとするけどさどうなの、高校1年生のさ、うん、人とかに、え、でも高校だと結構、うん、なんか何でもあり、何でもあり、うん、呼び捨てとか、先輩でも呼び捨てとかもある、はい、そう、なんか私のイメージだと、うん、付き合ってる人同士が下の名前で呼ぶのかなっていうイメージがあったんですよ、うん、中学校までは、うん、でも高校入るとみんな下の名前で呼ぶんですよ、うん、あー、でもそういうのあるかもね、うん、どうでした皆さんの時は、お前前見にデコピンしてやれよとか言ってリサとか言って、だいたい年下の前見、うるせえわそこはポンじゃないのとか言って、お前っていうやつはだいたい DQN とか言って、なん DQN って、さりげなく自動小銃の故障を直すとか言って、優しい、それ優しいそれ全部私のタイプじゃん前見時代が違うよとか言って、カオル、これからカオルは母ちゃんって呼んでいいって言ってます、そう、これ、ね、幼稚園の頃よくバカにされた、母ちゃん、え、なんだかわいい、母ちゃん、そう、みんなんかね、そうそうそう、みんな、うん、あーちゃんとか、うん、さーちゃんとかね、うん、なんか可愛かったの、でも私だけ、ね、そう、仲いい友達3人で、うんうんうん、あーちゃん、さーちゃんで、うん、母ちゃんって言われて、うん、あれみたいななんで可愛くないんだろうって思ってそう、それでね、幼稚園の頃ね、私だけあだ名が違ったの、うん、なんか種類が別っていうか、え、でもさ、え、うん、昔のあだ名とかある、ある、何、なんて呼ばれてた、焦げパンそれ笑っていいの、焦げパンいいよ、笑って、焦げパンって何、焦げパンって何、そう、あの、なんか黒いやつ、黒いあのゆるキャラのね、すごい、そう、ゆるキャラの焦げパンだよね、あれ、あれなんだっけ、サンリオだっけ、なんかのキャラクターじゃないよ、なんかいるよね、焦げパン、うん、うん、焦げパンって言われてたなぜ、なぜ色黒かったの、黒かった、あのね、うん、なんかスポーツやってて、うんうん、で、私、女子サッカーチーム入ってて、そうなの、そう、強そう、でもね、スポーツ得意そう、スポーツ得意そうあらあら、バレバレバレとか言って言ってない、言ってない、そう、やってて、そう、それでもね、うん、暗くてちっちゃかったの、身長が、そうなんだ、で、あの、小学校の時とかも一番前だったの、背の順がこれ、これ、これ、これしか高かった、かわいい、今何センチあるの、今152、かわいい、ちっこいやん、ちっこいの、嫌なの、ちっこいやん、そう、え、それで、それで、なんかその時に、うん、体育の時に体育座りをこうやってずっとしてたの、うんうん、あの冬で寒くてこういう風にずっと1時間こういう風にしてて、うんうん、そしたら、あの、焦げパンみたいじゃねみたいな言われて、なんか、焦げパンとかあいつみたいな、あれ、焦げパンのキャラクターで体育座りするんだっけ、そう、こうやって、あ、なんかするかもしれないね、そうしてね、マイミン可愛いからって持って帰っちゃダメだよとか言って、カオルはリラックマって呼ばれてたよねって言ってますけど、呼ばれ
みません、はい、マイミーは大福会って大福って呼ばれたことないんですけど、アンパンマンはあるけど、私だってちっちゃい頃信じらんないかもしれないけど、超痩せてたの、ガリガリだったのね。だからすっげーびっくりしないでもらっていいかな、今目がボンバリになったんだけど、黒目全部じゃんって思ったもん。なんかね、でね、あのね、あの骸骨みたいだから骸骨って呼ばれてる。骸骨骸骨そうそう骸骨って呼ばれてて、うん、でそのうち高校ではマサイって呼ばれてた。え、何マサイ？マサイ族って知ってる？あー、うほほほみたいな。あのマサイ族の知識に長けてたから、うん、マサイって呼ばれてる。違うんだよ、たまたまこれ前話したことあるよね、うん、知ってるよね、まあ、なんでマサイって呼ばれてたか。え、ジャンプが高い。え、ジャンプ高くねえよ別に。そんな飛べねえよ。てか私がジャンプしてるの見たことある？ゴリラダンクシュートとかやったこと見たことある？なんかね、飛べそうだよね。飛べそうじゃねえか。違うの、なんか目覚ましテレビで朝ニュースでマサイ族特集やってて、でお昼のご飯の時にね、女子7人で食べてたんだけど、なんか話題がなくなったのよたまたま。でその時にマサイ族って知ってるって言って、あたかもマサイ族について昔からしてたかのようにちょ知識を振りかざしたの。そしたら、なんでそんな詳しいのみたいになって、でそこからマサイって呼ばれるようになったんです。でそれから大学にその話をしたら、大学の時にマサちゃんって呼ばれてて、もう全然原型ないのね。でそのうちになんかマサイ、マチャ、マッチャ、モンチャ、モムちゃん。え、可愛いじゃん、なんかどんどん可愛い。でもモムちゃんって韓国で最高の肉体って言うから。でも最高の肉体ってあれなんだってよ、女の人で言うと、うん、あのな、峰富士子のことらしいよ。あ、そうなんだ。そうそう、だから褒められてるんだきっと。モムちゃんダイエットとかなんか本が出てたくらい、ね、ほらほらほら、あ、そうなんだ。今はモグサですかとか言って、普段着はマサイっぽいのにすればとか言って、マサイのママ、マイミのマはマサイのマとか言って、実際マサイから来たんでしょとか言って、ジャンプが高い受けたとか言ってますけどね。最高の肉体に皆さん受けてらっしゃいますけど、でもね、ポンちゃんは最高の肉体ですからね。そう、最高の肉体だから。ね、セクシー担当。そんなポンちゃん、本日ね、もちろんね、あれ持ってきてますよね、ということでお借りしました。じゃじゃん、出た出た。もうね、ゲストさんのカバンの中身チェックコーナー、うん、イエーイ、これ大好き、これ楽しいよね、楽しい。もうここに来ちゃったら何でもありだね。はい、ということでね、すごいなんかおしゃれですね。おしゃれのカバンですね、これ今時ね、流行ってるようなね、おしゃれなカバンでございますけどもね、まあでもいくらほらセクシーでね、10代のポンちゃんといえ、カバンの中身はね、どうなんでしょうかね。はい、ということで見ていきたいと思いますけれどもね、はい、あ、綺麗ですね。で、なんか今まで見てきた女優さんとかの中で、うん、一番綺麗じゃない？一番綺麗。え、そう、ちょっと一番綺麗だってね、待ってる、待って、持ってるものがね、ちょっと待って、かわいい。ほら見て、このね、ボディミルクに、これな、これモデルさんみたいなのが持ってるもんだよ。え、そうなの？モデルさんだもん。そうそう、いや、違うから違うから、ダメ、それしかもね、すっごい綺麗にね、整って、ほら見て見て、ほら、日焼け止めでしょ、こげパンって割れちゃうから、ね、こげパンって割れちゃうから、ね、でほらほら、メイク落としに、ほらほら、これね、ボディーレグランス、あ、これ可愛い子結構持ってる、ね、そうそう、これね、今持ってる子はね、みんな持ってるんですよ、これ、私持ってない、私持ってない、聞いてない、聞いてない、聞いてない。でほら見て見て、このね、リップグロスに、ほら、こんな可愛い鏡でしょ。何これ、女子のカバンじゃん。女子だもん、ね、一応ね。で、ほら、こっちの中にもね、これ何、下地。下地ね、化粧下地に、あ、見てこれ、これ知ってる、え、知ってる、これ知ってる、これ衝撃の中では、ね、有名なグッズなんだけどね、これね、衝撃 の、うん、あのメンバーの中に必ず入ってるの、うん、これなんで入ってるか知ってる、みんなこれ知ってる人いるかな、知ってる、羨ましいやろとか、持ち物を口に入れたりしないのとか言って、馬券とか入ってないとか言って、スイミング帽子を超えられるか、アボカドはとか言ってますけどね、アボカドはカニャ、スイミング帽子は添えるんですからね、いいですか、あれ本当すごかった。これちなみに、ちょっと正解者いない、知らんがなって言ってますけどね、これね、うん、実はのど飴なんですけど、千秋楽1日前の山科ゆいちゃんの差し入れだったんです。そう、山科ゆいちゃんが出演者全員に毎回差し入れをくれてたんだけど、うん、その千秋楽頑張りましょうっていうためののど飴なの。でこれね、あの衝撃出てた子にはみんなカバンの中入ってるんだよね。この間ソイルも入ってたし、カニも入ってた、そうなんだ、うん、
みんな持ち歩いてますよ。そう今ね、そう。ね、うん、そう山科に山科茶を思い出す効果がね、あるんですよね。会いたくなっちゃうね。あとは、なんか面白いの入ってないもん、もうみんな綺麗なの。だってほら、歯ブラシまで入ってるじゃん。女子。はいはい、女子。はい。はいね、免許。そう。あれ、何これこれあれじゃない？ウルトラ教室って書いてあるけど、これ運転免許のやつですよね。そう、友達にね。懐かしくない？ほら、危険予測問題。懐かしい。今教習所通ってるんですか？違う、もうね、うん、去年に、去年の9月ぐらいに、うん、あの教習所は終わったんだけど。終わったの？終わって。免許取ったの？仮免までは取ってあるんだけど、あの舞台とかが重なって、はい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 、ずっと行けなくて。まさか。でもう、なんか間空いちゃって分かんないパターンだ。分かんなくなっちゃって。で、なんかもう勉強最初からちょっと問題出してみるね。はい、いや皆さんもちょっと、皆さんはね、あのプロだと思うんでね、もうこんなのちゃんちゃらおかしいぜと思うと思うんですけどもね、じゃポンちゃんができるかっていうのでね、ちょっとやってみたいと思います。一番得意で結構、はい、問題、長い下り坂では燃料を節約するため、エンジンを切ってフットブレーキを使用して下るのが良い。丸か×か。フットって足そうですね、そうカブちゃんはその段階に行きますよね。登るとき悪魔マイミンとか言っていいもの見つけたって顔のマイミンもう無理だわとか言って、ディスクブレーキですとすごい問題だなってきてますけど、丸、正解はあ、バツバツって書いてあるよこれみんなバツバツえ、これバツでございます。正解はね、ディスクブレーキを使うのがいいのでございますよ。ということでね、エンジン、違う、これ違うやつってエンジン切ったら、うん、やつが切れてブレーキ効かないよ。あ、そっか、危ねえ、問題を読み切る前に分かる、危険すぎますよとか言って、パネーは丸はパネーはとか言って長い下り坂はスケボーに乗って下るのが良いとか言ってみんな笑ってスケボー乗れない、スケボー乗れない。じゃあじゃあじゃあ次の問題いきましょうか。簡単なのね。ね、簡単なのいきます。簡単ね。じゃあ、うん、自動二輪免許を取得して、バイク、うん、バイク1年未満の運転者は、うん、運転者以外のものを乗車させてはならない、丸か×か。丸丸丸丸ね、丸、自動車二輪免許を取得して1年未満の運転者は運転者以外のものを乗車させてはいけない、カオルはダメっていう回答が来てます。なんで後ろにカオルは乗せちゃダメってことカオル以外なら OK なの。あのね、来てますね、キリンは OK って来てます。キリンは OK みたいです。カオルはダメだけどキリンは OK、 ピーナッツの人は OK ね。それから犬とかは乗せてもいいんじゃない。乗ったことあるよ、マイミンだけバスとか言ってね来てますけれどもね、うんうん、正解はどっちですか、バツ、バツ、バツ、丸、丸、丸、お、丸ということでございます。ね、乗せてはいけないということでございますね。もうこれ受かるかもしれない。あの全部みんなの力、ね、ハムスターも答えたか、答えたか、答えたよ私。そうだね、そう、これはハムスターも20丸とか言って、軽い目、興味ないでしょとか言ってますけど、あのね、かわいい、私ね、教習所がね、人生の中で一番嫌だったね。うん、もう本当だってさ、こいつらさ、引っ掛け問題作るために来てんだもん。そう、ね、そう、あのね、ね、そう、しかも私合宿で取ったもん。あ、合宿でね。そう、合宿行ったもん、うん、合宿行って忘れちゃって今頑張って勉強してるでしょ。うえ、しかも問題が全然違うもん。あ、問題違うの。そう、え、違うの。そう、全然違くて。あ、そうなんだ。そう、うんうん、難しい。あ、答えここあったわ、書いてあった。うん、そう、27。お前これ見てねえよな。見てない見てない、見てない。相沢さん運転できるのとか言ってますけどね、相沢さん運転できますよ。できるの。できるよ、だって先生だったんだよ私。あ、そっか。え、内山も、内山もね、取ってるの。内山もね、マリオカートできるよ。マリオカートできる。すごいねー、すごいねー。はい、ということでね、唯一入ってた教習所が一番面白い。すいません、どうも面白い。素敵女子のカバンでございました。ありがとうございました。ということで、ね、うんちゃんって本当に主的女子なんだね。全然全然全然。ちょっとびっくりなんですけれども。びっくり、びっくり。はい、ではですね、ここでですね、昨日ね、小西の舞台を見に行ってきたんですよ、このね、劇団マカロニさんっていうね、劇団マカロニじゃない、もう劇団森のマカロニっていうね、舞台を見に行ってきたんですけど、
これをね、見てたらね、なんかね、すっげえ見たことある人がいたんですよ。そうそう、これね、これそう、めっちゃ見たことある人がいてね、でね、その人ね、なんかね、ちいちゃんとね、なんだっけ、なんかの話で、なんかの話でめっちゃ盛り上がってたんですけど、あれ、これちいちゃん的に NG なのかな、よくわかんないけどね。まあまあまあ、そんなね、ちいちゃんとね、なんかあの密かにね、なんか仲良くなってるね、あるお方をお呼びしたいと思います、スーパーイケメン北条さんでございます。どうも秋のぶりでございます。あの昨日はなんかあの小西さんの舞台を見に行かれたということで、舞台どうでしたか？やっぱりあの小西さんの事務所ってお笑い芸人さん多いんで、そうですね、で出演者も芸人の方が多かったので、そうですね、やっぱ笑いの絶えない面白い舞台になってました、はいね、あの最近ねコメントが上手くなってきた北条さんでございますけれども ね、 安定してる。そうなんです、あのね、なんかあの衝撃のいるところに北条ありっていう噂が最近立ってまして、衝撃メンバーが、ね、いるところには、ね、北条さんは必ず来てくれるということなんでございます。そうなんだ。そうなんでございます。ただこの間私のサバゲーには来てなかったような気がする。どうもおかしいな。いや、仕事が。あ、仕事が。そうですよね、そうですよね。あの今週末、土日撮影会あります。あ、ね、あとあのね、ひなちゃんの誕生日パーティーね、やります。はい、ね、誕生日パーティーって普通の人来れるんですか？ あのね、結構ね、衝撃のメンバーの中から血まみれメンバーがまず来るでしょ、ちいちゃんと、で、まあ、ニーナ本人がいるでしょ、で、ユコロも私も行くし、あとミキティも来るのよ、あのミスターソコのほら、ミキティを、ね、も来るから、結構なんかみんないっぱいワイワイガヤガヤね、楽しめるんじゃないでしょうかということでございますけれどもね、ちなみにあの土曜日の撮影会はね、昼間フォトジョ撮影会という撮影会がございまして、そちらの方に相澤さん参加いたしまして、日曜日はなんだっけ、あ、ラピス撮影会でございますよというね、池田の月様と一緒に、はい、あの出させていただきますので、よろしければ取りに来てください、はい、ということなんですけども、じゃあ本日のですね、こちら紹介していただけますか。じゃあまず1冊目がですね、賭博覇王伝ゼロギャンキ編。ギャンキ編ね、これってさ、カイジの絵の人。はい、そうです。だよね、そうだよね。え、これ新しく始まったんですか。そうですね、もともと、まあ、ゼロというタイトルで漫画1本やってたんですけど、そこからまた新しい新章のストーリーで。なるほど、なるほど。いつもこんな顔なの？これね、あのね、カイジのね、あの描いてる方ってすごいの、カクカクしてんのよ。でも内容めちゃくちゃ面白いよ。へー、じゃあちょっとこれ読んでもらおうか、このセリフを。私、はい、セクシー風にお願いします。セリフをね、じゃあ先に皆さんにちょっと映像とね、ここのセリフをちょっと読んでもらおうと思います。尻尾っていうのはロイヤルストレートフラッシュじゃないという、普通のね、セリフなんですけども、この普通のセリフをですね、ポンちゃんが読むとこうなりますという。何それ、ね、あのセクシー風にお願いしますよ、はい、3、2、1、はい。尻尾っていうのはロイヤルストレートフラッシュじゃない。ありがとうございます。にゃーすげ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 ー、声エロいよね。恥ずかしい。いや、ごめんなさい、声セクシーだよね。声セクシーだよね、ほんとね。私さ、あのセクシーダンスやってた時もね、なんていうの、前日のさ、うん、あの小屋入りの時にちょっとみんなやるじゃないですか。でその時に私初めて見たんですけど、結構見れる機会があったんですよ。でもう見る時に一番前の席で、あのクユちゃんとかみちゃとか、あ、みちゃは出てたか、うん、クユちゃんとか、あのうちのチームのことね、こうやって見てたの。ちっちゃくなって見てたんだけど、ほんとセクシーだったの。いやいやいや、もう見に来てくださった方は分かると思いますけど、ハスキーボーイスって言ってますけど、世界が変わったすげーとか言ってやってますけどもね。あのやってみますか、かおるちゃんも。やってみます、やってみま す, ます。じゃあ同じセリフにする、違うセリフにする、違うセリフ、違うセリフにする。じゃあ、ここ行きます、はい。右端、見え見えじゃないのよ。このセリフをですね、かおるちゃんが読むと、こういう感じでございます。じゃあかおるちゃん、マイクにね近づけてね、はい、3、2、1、はい。右端、見え見えじゃないのよ。ありがとうございます。かわいい、やっとかわいいよね。かわいいでございますよ。で、うちのね、かおるかわいいやろ。かわいい、これをね、北条さんがね、読むとということでね、とどのつまり鉄板というセリフをね、ここのね、セリフをね、動作付きでやっていただきたいと思います。ここはでございます。こ
こっち寄りに。そうですね。そうですね。はい、あのこっち寄り、こっち寄りじゃなくてもいいですよ。北条さんらしさを出してください。うん、北条さんらしさを。カメラに向かってお願いしますよ。うん、はい、3、2、1。はい。とどのつまり、鉄板。ボイスをね、うん、こういった内容になっておりますので、興味のある方はぜひぜひ漫画ランドでチェックしてください。はい、楽しいねこれ。ね、楽しいね。じゃあ次、セクシーコギャパンでございますけどね。新しいあだ名つきましたよ、ね、セクシーコギャパンでございますけどもね。カワイイかわいいとか言って、ね、かわいいかわいいすって来てます。親方ヘルメットかぶればって来て、北条さんもかわいいって来てますよ。ね、ラピスさんの前見洗剤をかわいいとか言って、ね、言ってますけど、うまいって言ってますけれどもね。ではでは、次行きましょうか。次お願いします。じゃあ2冊目、2冊目、こちらです。天むす。はい、天むす。これはどんなお話なんですか。こちらは、まあ、ね、主人公の女の子なんですけど、うん、まあ、大食い少女でして。大食い少女で、この子が通う高校にも大食い部という部がありまして、大食い部さん入りたいんじゃないですか。そんなことはないですね。はい、失礼しました。まあ、その、まあ、物語、うん、なるほど。じゃあちょっと拝見させていただきたいと思います。かわいい、ね、うん、あ、すごいすごい、なんかね、常に食べてるシーン。まあね、大食いシーンですからね。じゃあじゃあじゃあ自己紹介いきましょうかね。うん、これを順番にいきましょうかね。はい、じゃあここを、あたし、はい、ここを、じゃあで、うん、最後を北条さんで、はい、行きたいと思いますね。じゃあ順番に自己紹介を、それいいですよ、これのイメージじゃなくてもいいです。まずね、このシーンをやってもらいますからね、皆さん、はい、ね、一人ずつね、自己紹介をするシーンがね、こう伝わるんですけど、この自己紹介シーンを順番にやっていただきたいと思います。ね、感じない、感じない、はい、今のうちね、読んでおいてください。北条さん演劇出てみないってサムさんが言ってますよ。はい、それから内容全然わかんねえとか言って、エビかぶりつき会はエビ食われてるとか言ってね、言ってますけれどもね。では、自己紹介編いきたいと思います。はい、はい、3、2、1。私が2年の荒木優。かわいい、はい。頑張って。同じく2年の井端美子。はい、そしてかわいい3年で部長の立浪ゆりやです。かわいい、かわいい。北条さんかわいい。ごっつぁんですみたいな。北条氏圧勝とか言って声張ってるねって来てますけれども、なんでやねんってねえ、いい感じでございます。ゆりやって来てますね。ちょっとユリア推しの人が多いですよ、ね、北条さん最高、北条さんって来てますけれども ね、だんだんね、あの放送ごとに北条ファンが増えていくんでございますよ。でも私はちょっとやっぱ、うん、あのポンちゃんの声がいいですね。あー、出れる、ポンちゃん声推しでございます。ポンちゃんの声であの言ってもらいたいこれが、うん、何何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 何でね、あのさっき、はい、カオルちゃんがなんか持ってきたんですけど、本当にカオルちゃんね、ほら見て見て、これちゃんと勉強してるんですよ。ほら、これ懐かしくないですか？この なんとか、なんだっけ、何記号？元素記号。元素記号。懐かしい。これよく覚えませんでした？水平リベ僕の船。ね、そのね、私の高校の時のこの先生がすっごい面白い先生で、なんか教えてくれる時にさ、水平リベ僕の船ってさ、覚えれって言われた。はい。その時にね、うん、こう教えてくれるのメガネの丸顔のマンチ博士みたいなおじいちゃんなんだけど、うん、水平リベ僕の船って言って、毎回肩がね、ふわっふわってなるの。それを見るのが楽しくてしょうがなかったんですけどね。ぜひ本人にお会いさ、ね、ちょっと見せたいんですけども。はい、あれ、あ、打ち合わせ済みました。はい、あ、じゃあちょっと、先にセリフを言っていただこうかね。3、2、1、はい。ペペロンチーノ。恥ずかしい。かわいい。いやありがとうございます。やばい、恥ずかしい。負けましたって負けましたってやばいって。え、もう一個、もう一個あるの。え、何何何、もう一個、ちょっと待って、待って、待って、何だろう、次何だろう。ペペロンチーノの上を行くものってあるけど
って。いきます。3、2、1。マカロニサラダ。ねえ、もうさ、やったわかんないけど、優勝かおりちゃんすげえかおりちゃんすげーとか言ってなんかよくわかんないけどありがとうございましたありがとうございましたそしてかおるねだんだんかおりちゃんがね、大人の世界にねついてきましたけれどもマカロニがなんだかわからなくなってきたとか言ってますけどねチームアリーナがニヤニヤし始めたからねそろそろ次の話題に行こうかな首かしげてるから、ね、首かしげてる人もいるからねところで、はい、こんなあのかおりちゃんこれは何なんですかんこれこれこれさっきすごい勢いで勉強してましたけども、うん、あの明日科学のテストだからテスト期間今そうあいいですか話しても、はい、どうぞあのですね、うん、先週、うん、アリーナに来てくれた人がですね、うんうん、うちらまに言ってたね、そうなんです内山がテストの点数で古典とね、うん、数学が60点以上だったら、うん、あれそうだっけ全部80点以上とか言ってなかった違います、うん、あの古典と数学が60点以上だったら、うん、またマンガランドに、うん、来てくれるって来てくれるよでなんかお祝いお祝いみたいなしてあげるよって言って、うん、どうでした？で今日は数学だったんですね。うんうんうん、どうでした？でその自分が解いた問題の点数を数えたんですよ。うんうんうん、で解いた問題が全て合ってて65点なんです。危ないでしょ？危ないでしょ？違う、あれちゃん。そういう時は60点取ったって言えばいいんだってそれが大人の世界だからそうじゃないと来ないからね言ってほら60点取りましたってえまだテスト帰ってきていいからいいから帰ってきた帰ってきたはいテスト返すはい、はい、わー60点超えてるね、かわいいでしょ。かわいい。うちのカオルなんですよ。待ってます。出てたら番組残れるのって書いてかなり残念な予想って言ってますけれどもね。まあね、そんなね、カオルちゃん頑張ってますからね。このカオルちゃんの頑張りを認めてね、マンガランドに来ていただきたいということでございますけれどもね。うん、そんなね、この本日はね、2点を紹介してくださいました。ね、北条さん、コーナーでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はーい。え北条さん今日でねきっとねポンちゃんのねあのさっきのペペロンチーノにね落とされたと思いますので次回ポンちゃんの出演するところにはね、はい、北条ありかもしれないですということで、うん、ぜひ来てくださいねーはーい、はい、ではですね次のコーナー行きたいと思いますマンガランドイージーカフェクイズはいこのコーナーはマンガランドイージーカフェに関するクイズを私たちが出しちゃいます、うん、1問正解すると100ポイント、それ以外は私たちが好きなクイズをつけちゃいますので、はい皆さん1位目指して頑張ってください見事優勝した方にはなんと、うん、かおりちゃんはい、私たちに言ってもらいたいセリフを言ってもらうことができますはい、はい、ということでございますのでぜひぜひ皆さんナンバーワンを目指して頑張ってくださいはい頑張ってくださいはいねポンちゃんも面白い答えがあったらねどんどん好きな点数をつけていただいて構いませんので、うんはい、お願いしますイエイって来てますけどねはいでは行きたいと思います第1問いきますよせーのででんはい、第1問はですねマンガランド金挑戦さんでは、はい、なんと今ですね全自動のエスプレッソマシーンが導入されまして豆から引いた美味しいコーヒーが無料で飲み放題無料そうです嘘だからマンガランドに行くじゃん金挑戦に、うん、でちょっとああ今日コーヒー飲みてなでもコーヒーは豆からじゃないとなって人がね大丈夫ですテスト勉強とかね眠くなっちゃうとそうなのよ、うん、そうだね、そういう時に ねマンガランド錦糸町店さんでね、うん、ぜひ美味しいエスプレスコーヒーを飲みながらね、うん楽しんでいただけたらと思います、うん、なんですけれども、はい、ではですね問題ですマンガランド松尾店さんではですね、うんただいまあるキャンペーンを行っております、うん、それは何でしょうか回答タイムスタートですということでございます今ね店員の北条さんも考えてるんですよ今ねそうそう問題言った瞬間店員の北条さんがなんだっけなっていうのを、ね、やってましたけどもね、うん、ヒントを差し上げたいと思います、うん、受付は夜の22時から朝の6時でございます、うん、夜の22時から朝の6時に利用される方といえば、うん、あ、分かった
まあ、これがヒントでございますけれども、問題なんだっけ。問題はマンガランド松戸店ではあるキャンペーンを行っております、うん、そのキャンペーンは何でしょうかという問題でございます。はい、では、皆さんの回答を読んでいきましょう。全自動飲むのも自動とか言ってそりゃそうやな、エクスタシーコーヒーとか洗濯代行とか言って何洗濯代行してくれってことピーナッツ一袋プレゼントね、高級コーヒー1杯1000円で販売受付が香る姫受付が香る姫だったらねお会計間違えちゃいそうだ ねえでもなんか大丈夫大丈夫全部1万円ですって言っときゃいいんだからあでポイントサービスとかねいっぱい反抗してあげるそうそう ねでも全部会計1万円だからねあのどんだけいても1万どんだけいても1万円じゃまずい5日間とかいられるとねいけないからねそうだね1日1万円にしようかそれから、夜逃げサポートしてくれるとか添い寝をしてくれますホイップクリームをつけてくれるあこれいいじゃないですか愛情がつけてやろうかそうホイップクリームでこうケチャップにしようケチャップ、ケチャップ持っててさ来たじゃんこうやってつけてあげるケチャップだよってそのサービスいるなんも嬉しくねつけて10時から6時まで出入り自由じゃないかって、うんまあね、出入り自由なとこも増えてますけどもね、うん会計1万円でいいよって言ってますよおおカオルちゃんが受付だったら会計1万円でいいって本当あとねうちでもやりたいサービスがある何何夜の時間帯は、うん、みんなほらインターネットとか使うでしょ、うん、それを内山が全部遠隔操作で内山の DVD を流すの待って待ってそれさあのたまにさ相沢さんの DVD にしといてあいたまにでいいからたまに8割カオルでいいからそうそうそうたまにだってたまにマンガランド流しといてうまいねうまいね遠隔操作でやっといて、うんあのね、10時からね、12時ぐらいの時間が多分一番みんな見るからそれぐらいの時間を弱しよう多分ね、下の DVD 全部ね足したら24時間超えるまだ超えないまだ超えないかな本当にあじゃあそのさ残りのほら時間をさ決めてこう、うん、そうだね頑張ってねって黄色い帽子とランドセルを貸してくれるなんか黄色い帽子とランドセル借りたいのこれ肘枕ですか小森キャンペーンとか言ってねお膝枕膝枕タオル姫が膝枕してくれる、うん、北条さんのセクシーショットが見れる見たサブさんに500ポイント好きな言葉を、うん、何何あーこれはちょっとなオムライスにイラスト描いてくれるねちょっとこれいいんじゃないですか、うん、お前にあげたいカオリちゃんが描いてくれるっていうのはね、うん、これいいんじゃないですか誰だ、うん、はいカオリンさんはいカオリンさん500ポイント、うん、500ポイントはいマイミンがひげ剃りしてくれるって大丈夫かなあ間違えたジュリーって言ってくれたあごめんねってこれはあれだよ血じゃないよってあのケチャップだよ先につけたやつだよって持ってくるのケチャップごまかすケチャップでごまかすわマイミンひげ剃りサービスに500ポイントはい朝まで一緒に飲み明かしサービスこれ楽しそうだけどねマイミンの卵をサービスとか言ってます遠隔操作しなくても見るよって言ってますよカオルの65点のテスト用紙が見られる、うん、サラリーマンがマイミンの卵を温めるキャンペーン嫌がらせだとか言ってそこで流したら DVD 買わなくなっちゃうじゃんあなるほどそっかあじゃあさいいところで止めるっていうのは遠隔操作ですっげー見ててこっからの続きが見たいのに見れないっていうさいい、ね、あのほらよくあるじゃん漫画のさ、うんうん、ただで見れるキャンペーンでいいところで見れなくなるやつあれやろえそこで前見よう流すんだおかしいだろそれなんでやねんカオルちゃんの見たくて見れなかったところで前見ながらクソ前見かよみたいなすいません私の立ち位置って私の DVD ってすいません私の DVD の扱いもうちょっと良くしてもらっていいですか、カオルの髪の長い頃のお宝映像を流し放題ねマイミーの DVD 買ったよ見てないけどとか言ってアイテムを入れる袋をくれる卵を割ってくれる明るく流血ヘッドホンから子守歌が流れるいいね歌ってあげたい、うん、いいですね、うんワイマネが肩を揉んでくれる芸能人に会えたような気がする、うん、会えてないけど、ねそれからポンちゃんに1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億ポイントおーやったー、ポンちゃん優勝じゃんポンちゃん優勝イエーイありがとうございます
ます。はい、ね。花子さんと同席になる。とりあえず。ポンちゃんの羊が一匹、羊が二匹。怖い。ハレメの DVD を自動購入しちゃう。明日の占いが聞ける。昨日の占いが聞ける。うん、ドラえもんの着ぐるみを借りられるというね。まあ、うん、そろそろ締め切っていいですか。せーの、3、2、1、終了ということで、じゃあまず正解の方からいきたいと思います。はい、正解はですね、うん、なんと、ビジネスシートというのが用意されてまして、ほら10時から朝の6時ってさ、ビジネスマンが使うじゃないですか、サラリーマンの方たち、うんうん、その方たちに向けて5時間500円でいいよっていうサービスをやっております。すごい、安い。5時間500円で家まで帰るのが大変で、例えば出張とかでなんか来てて、でもなんか朝までさ、なんかその仕事もしなきゃいけないし、パソコンも使わなきゃいけないし、家まで帰ってる時間がないって方のために、なんとビジネスシート5時間500円、安い。ワンコイン、ワンコインだね。いいね、安いね。やばいですよ。その他にもね、結構ね、安いねキャンペーンがね行っておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。安っつってホテル代行きますって言ってますけどもね、素晴らしいでしょ。私びっくりしたもん、さっき。じゃあ遠くから来た人とかね、そこに泊まってくれたら。そうなのよ、松戸のね、漫画ランドでございますよ、ぜひねご利用してくださいつってね、無理せんでいいんだよ漫画ランドとか言ってね言ってますよ。本当だよね、大変だよねこれ、大丈夫っていうぐらい頑張ってますけどもね。先週から500円の価値がすごく上がっている番組だとかそうね、はい、ということでございましたけれども、正解者はね今言いましたように、正解者さすがにないか、ね、大阪から参加しやすくなりますってでしょ。あ、そうだね、そうね、あの地方からこっちにね来た人とかもね、いいじゃないですか、ということで、ぜひぜひね利用してください。じゃあ次ですね、かおるちゃんから第2問いきましょう。せーの、ででん、はい、お願いします。はい、ここ漫画ランド上野店がある近くには、うん、皆さんご存知のアメ横丁というのが、うん、ありますね。あります。安いよ、はい、安いよってやってるところね。そうなんです、すごい活気があるね、うん、商店街なんですが、はい、そこのキャラクターとなっている動物は何でしょうか。へ、うん、ー、白い、どんなに、回答タイムスタートですということで、何かがキャラクター、何かの動物がそのなんてイメージキャラクターになってるの、はい、アメ横の、あの商店街のいろんなところになんか看板とか、あの旗とかにもねイラストが載ってて、知らなかった、はい、何だと思います、ポンちゃん。なんだろう、焦げパンじゃない、なんだろう、焦げパンかも、焦げパンじゃない、焦げパンじゃない。ちなみに好きな動物は、あ、ひよこと、あのひょう、ひょう、トラ、ひょう、なんかすごい、すごい掛け合われた動物が、でもさ、なんかひよこっぽくない？ポンちゃんひよこっぽいよね、よく言われない？言われるひよこっぽいよ、カールちゃんはなんかウサギっぽいよね、ウサギっぽい、ウサギっぽい。私は何かあえて言わなくていいです。インコインコって動物？鳥っぽい。鳥っぽいって何それ、もっと可愛いのないの、なんかさ、あるじゃん、もっといろいろ。例えばうさぎとかさ、かわいいクマさんとかさ。かわいいクマさんとか、かわいい。いや、なんかただのクマだと凶暴っぽいから、かわいいリリアン。マイミーは、あれだね、かわいいバッタ。虫だよ、それ。すっごいかわいいんだよ。虫だよ、それ。虫だよ。なんでこんなかわいいじゃないよ、それ。しかもかわいくても、バッタはバッタだよ。あ、一緒バッタだよ。じゃあ、色がピンクのバッタ。ピンクのバッタ気持ちがいいよ。普通のバッタの方がまだ可愛いよ。もういいや、頭にリボンつけてるの。どうせバッタだよ。可愛い。可愛い。頭にリボンつけてて、高く飛べるよ。どこまでも。じゃあ皆さんの回答をね、はい、読んでいきたいと思います。はい、セント君、セクシーの上、セクシーなコゲパン、ヒコマロ、オカビ、キャラメルおじさん、恐竜の着ぐるみを着たカオル姫、プラキオサウルス、さかなクン、ウサギ、ゾウ、出前一丁のあの子、誰出前一丁のあの子に500ポイントありがとうございます。妖怪ぬらりひょん、マイミンはオカメ、うるさい、グルーミーに殴られているマイミン、マイミンはハート、F さん、それから小次郎さんにマイナス500ポイント、はい、それからメガネカマキリ、何ですか、色がピンクのトカゲ、ピンクのバッタが優勝綺麗な色のヘビ、カオルちゃんに1000点とか、トリケラトプスのおばあちゃん8個、マイミンはドナルドダック、8個でシビアもちょっと好きだったから500ポイント、マイナスあるんだ
あるに決まってんだろ。私が気に入らなかったら全部マイナスなんだよ。そろそろ締め切りましょう、はい、せーの3、2、1、終了。正解は何ですか。はい、正解は、上野にあるのでもちろんパンダです。パンダです。ということでね、はいはい、パンダちゃんでございますよ。パンダがね、パンダにあるから、はい、パンダにね、100ポイントでございますよ。ということでね、パンダいたじゃん。パンダ、メスコメトマトさん、おめでとうございます。じゃあ皆さんですね、採点タイムといきたいと思いますので、はい、我こそが一番という方は名乗り出てください。はい、ポンちゃんじゃないの、優勝。ね、私ですよ、やっぱ一億もくなっちゃったもんね。そうだよね、ポンちゃん以上はいないですよね。ね、これはみんなの意見を尊重して、本日の優勝はポンちゃんでございます。じゃあですね、ポンちゃんに最後ですね、セクシーのセリフを、何か言ってもらって締めたいと思います。ということで、はい、もう言ってもらっちゃって、はい、言っちゃった。大丈夫です、皆さんポンちゃんで OK ですということなので。 OK ですか、はい、本当に OK って書いてないけど。 OK って書いてます、ほら拍手してますよ。これ88って拍手なんです。そうなの、そうそう。イエーイ。じゃあポンちゃん、あのセリフ考えてもらっていいですか。私が考える。はい、はい、じゃあ今のうち告知があれば。はい、内山かおるはですね、7月の一番最初の土日のどこかかな、タイムで、初のライブがあるそうです。まだまだ先だけどね、7月の、最初に、ライブがあります。それからですね、6月の10日以外、10日を除いた日曜日、フレッシュ撮影会が、2時から夜の10時まで、ありますので、ぜひぜひ撮影会に来てください。はい、それから、残りはカオルのブログで、はい、ブログを見てください。はい、チェックしていただきたいと思います。カオルのブログ見てください。はい、では締めたいと思いますよ。いきます。いいですか、はい、じゃあね、本日のゲストはポンちゃんこと綾部りさちゃんでした。はい、ではですね、りさちゃんのセリマで3、2、1、はい。映画ブラックスクールリグロ、全国の蔦屋さんでレンタルが可能になってますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ありがとうございました。やー、最後です。ということで、来週もまた皆さんお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、はい、バイバイ。最後がセクシーやった、よかった、今のよかったよ。恥ずかしい。最後の